はいこんにちはポップですエフェクチャンネル4月22日金曜日本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしてきます順番はいつも通りクロス円の米ドル円から始めましてユーロ円、ポンド円、ゴードル円そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードル、ベイドルの順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください 昨日から今日にかけての為替相場は様々な要人発言、そして多くの思惑が入り混じりまして、最終的には為替はクロス円は円高方向、そしてドルストレートはドル高方向に傾いているという状況となっております。えー、様々な要人発言の中では、えー、まずアメリカに関してはパウエル議長が5月の利上げ、 こちらがね、0.5%はほぼ確実視と見られるような発言がありました。まあ、中にはね、0.75%の利上げも思惑として出てきたということで、ドルの方は相変わらず強い。しかしながらね、このクロス円見ていただきますと、ドル円の方は、こちらは円高方向に再度傾いたということで、これは日米の協調介入があるかもというね、思惑が働いておりまして、 まあそのようなところから円が一時的に買われているという状況でございます。でそしてアメリカの長期金利ね、これは相も変わらず高い水準が続いておりまして、これは米国債の長期金利2.935%ということで3、3%に近い水準まで上昇。そして日銀の指し値オペが行われる、これはね、日本の長期金利は0.241%ということでね、 まあ一時0.255%まで上がるものの、こちらはね、大きく下げるという形になっておりますので、こういった日米の金利、ここも注目の的になろうかと思います。そして、今からね、ヨーロッパ時間に関しては、経済指標がたくさんあるというところでございまして、先んじて発表されましたイギリスの小売売上高ですね。 こちらの方は予想よりも悪かったということで、こちらはね、イギリスの方は少しポンドが下げる状況。そしてね、今後もヨーロッパの PMI を中心としました、まあ、物価に関するね、こちら指標でございますが、これから続くということで、少しわかりづらい、ね、指標があろうかと思いますが、基本的にはね、トレーダーとしましては、チャートが想定通りに動いたところで攻めていく。 ここのところをね、見ていきたいと思いますので、このチャート個別に解説を進めていきますが、まずは全体の相場感ということで、株式相場ね、長期金利は振り返りましたので、株式相場だけ振り返っていきます。まずはね、昨日のニューヨークマーケット、ダウ平均は前日比、マイナス368ドル。終値で34,792ドルということで、1.05%の下落ということで、1日の取引を終えました。 これはね、アメリカの長期金利がやはり上がってきたということで、ダウがそれは逆風になるということで下げる。そして、よりね、金利が高くなったところの影響を受けやすい新興市場のナスダック。こちらはさらに大きく下げたという形でございます。そして、ダウに引きずられまして、日経平均も下げております。日経平均は前日比。マイナス447円。 終わり値で27,105円ということで1.63%こちらもダウ以上の下落ということで1週間の取引を終えましたそしてナスダックも下げましたので新興市場のマザーズ市場もこちらも大きく下げる2.67%の下落ということで1週間を締めくくったということ今後もねアメリカの金利が上がってくれば株式相場には逆風になるという形でございます このアメリカの長期金利が上がっている理由としましては、冒頭に申し上げた通り、次の短期金利の利上げ、5月でございますが、これが0.5%は上げてくる、中には0.75%の予想も出ているということで、こういった短期金利の引き上げが、アメリカの長期金利の先高感につながっているというところでございます。 えということでね、えー、ごちゃごちゃとお話をしましたが、最終的にはね、えー、今は、えー、円高方向のクロス円でございますので、ここチャートを見ながらですね、次のトレードポイント、えー、見つけていきたいと思いますので、まずはドル円相場から見ていきましょう、はいえー。ドル円のね、昨日はレンジ相場という形になりまして、移動平均線の方が右下下がりから横ばいに転換してきたというところがね、えー、こちら見てわかるかなというところでございます。 この移動平均線が、ね、横ばいになってきておりますので、レンジ相場、これを、ね、ご覧いただきますと、直近の、ね、レジスタンスラインがこの辺りで、で128.70付近で入っているところと、 あと、サポートに関しては、128円の切り板、ラウンドナンバーで入っていたんですが、ちょっとね、こちら割り込む場面がございましたので、この128円を割り込んだのかどうかというところをね、見極めながらレンジで勝負するのか、それともね、下方向にブレイクしたところで勝負するのか、こういったところをね、見極めて、次のトレードを見つけていただければと思います。 まずね、えー、割り込んでおりますので、この128円の下側で、えー、こちらはね、陽、えー、線から陰線というレジスタンスを食らってしまった場合ですね、これは明確にこのレンジを下方向にブレイクしたという形になりますので、前回ね、昨日は下髭で戻っておりますが、えー、これを見極めるには、128円の下側での陽線、陰線、これが出てこな,、えー、なければ、えー 128円を明確に割り込んだというサインではございませんので、1回ね、戻りを待って、128円の下側での要線陰線があれば、ショートを取っていく。この場合には、移動平均線24の方が上方向からかぶせてくるという形になりますので、この移動平均線の下側の要線陰線という条件にも当てはまりますので、ここはね、しっかりと128円のレジスタンスが効いたら、ショートを狙っていきたいところでございます。 もちろんね、このまま反発するケースもありますので、反発した場合ですね、この場合は一旦はレンジ相場、元に戻ると思うんですが、ロングの方はね、仕掛けなくても今日はよろしいかなと、週末の金曜日でございますので、残り時間も少ないというところで、ロングは見送りながら、戻りが弱いところのみ、上から叩くということで、128円の下側での要線陰線でショートを取りつつ、128円を超えたところでは、 まあレンジにねなる可能性もありますが、ここのところは残り時間から含めましてま、あ,あまりね積極的なロングは取らないでもよろしいかと考えておりますので、この128円のレンジブレイク、下方向のレジスタンスが効いたところでのショート、ここに狙い球を絞って、今日はトレードいただければと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。以上で、ユーロド,ドル円の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。 ユーロ円の方はね、139円を割り込んでしまいましたので、少しね、ここは、えー、弱気相場と見てもよろしいかと考えております。えー、ちょうどね、3層みたいな形で、まあヘ、えー、これは、えー、ヘッドですね、アンドショルダーということで、変則的なヘッドショルダーが出てきたと。えー、そして、えー、直近のね、サポートラインが139円でございますので、やはり、えー、ここのところもですね、これから下がってくる移動平均線24とと,ともに、 139円を超えることができなければ、やはり戻りが弱ければ上から叩く。そういった意識で臨んでいただければと考えております。かなりね、上値の方が重くなってきておりまして、まあ、3回ね、1回、2回、3回とこちらはね、切り返しているというところ。そして直近のね、ネックラインとなります139円。こういったところでレジスタンスを食らえば、再度下落が激しくなるかなと。移動平均線および139円の下側での要線陰線ですね。 ここが出たところでは、しっかりとショートを狙っていく。えー、まずはね、こちらを狙っていただくというところ。そして、えー、残り時間少ないので、139円を超えるようなね、上昇があった場合には、ここはポジションは本日は取らなくてもよろしいかなと。まあ、日銀の差しのオペの、えー、入るね、水準にも近づいておりますので、もちろんね、こういった要請因線が出て、ショートを取った場合は、139円の上側でのストップロスはかけることは必須でございますが、 え、かといってね、139円を上抜けたかといって、ロングを取る必要は今のところはないかなと考えておりますので、まあ、これから経済指標たくさんありますが、狙い玉はショートに絞って、戻りが弱ければ上から叩く。こちらで攻めていただいてはいかがでしょうか。はい、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。 えー、ポンド円の方も明確に3尊ができておりまして、ネックラインを割り込んでいるというところ、そして、えー、先ほどの、ね、小売り売上高の結果が良くなかったというところで、再度下落の方が加速しているという形でございます。えー、ご覧いただきますとね、えー、ヘッドショルダー3尊のところが、ここでね、頂点をつけておりまして、えー、こちらネックラインに関しましては、この167円ですね、えー、ここのところに引けるかと思います。 このネックラインを割れてから一気に下がっておりますので、ここは先ほどもユーロ円でもお話した通り、戻りが弱ければ上から叩く。167円の下側での要線陰線が出たところではしっかりとショートを取っていく。この1点のショート狙いで今日は狙っていただければよろしいかなと思いますので、このレジスタンスが入った時点で移動平均線にかぶせられたことも確定。 まあそうなればね、山層のネックライン割れの割れ後のですね、要線陰線のレジスタンス。ここを狙うのみでよろしいかなと思いますので、もちろん相場はどうなるかはわかりませんが、167円上回ったところ、ここではね、優位性のあるトレードは今のところ考えることができないという形ですので、この場合は見送りつつ、戻りが弱く167円の下側での要線陰線。まあ、こういったところでね、しっかりとショートを狙っていく。 ロングの方が上方向で取り残されてしまいますので167円の下側ではねレジスタンスが起きやすいというところがありますのでしっかりとそこは見極めて戻りが弱ければ上から叩くこういったところを意識したトレードにしていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい以上でねポンド円の解説終わりまして続きまして5ドル円の解説でクロス円を締めていきましょう ええ5ドル円に関しましては、昨日の動画や YouTube ライブでもお話をしましたが、一旦ね、ダブルトップを作りながらのネックライン割れたところではチャンスという話でございましたが、まあ、しっかりとね、15分足ベースでも九9 5円の下側でレジスタンスを食らって下落、そして移動平均線も95円割り込んだところ、今日の東京マーケットでも要線陰線からの大幅な下落ということで、すでにね、ダブルトップのネックラインが効いている。 そしてその下側でのね陽線陰線が出て一気にね吹き上げたところ全戻しに向かっているという状況で今は94円を割り込んでいる形でございます。このような状況であれば引き続きですね、まあ、94円で、ね、割ったところから反発あるかもしれませんがこれからも移動平均線24は上方向から攻めてくる。 そして、下方向でね、サポートが一回このあたり94円の下側でのサポートがありますんで、ここでね、反発は考えることはできると思いますが、ただ、94円や移動平均線24、これを超えることなくね、再度要線から陰線になったところではショートを狙っていく。このような形でね、94円と移動平均線24を背中に向けながら、戻りが弱ければ上から叩く。このようなところを意識して5ドル円は望んでいただければ。 ただ、ここのね、93円の75銭から80銭ですね。こういったところには、過去のレジスタンスラインがサポートになる可能性もありますので、そういったところでは、一回ね、サポートが入ることを想定しつつ、戻りが弱ければ上から叩く。このような意識で相場に臨んでいただければと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、すいません、ちょっとね、変な我慢が出てきましたが、クロスエンの4ペア4通貨の解説を終わりまして、 続きましてドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょうドルストトレートの方はドルの金利先高感これはパウエル議長の0.5%を織り込むような発言によりましてドルが強くなりそしてドルストレートは下げているという状況でございますただねユーロは一旦下げ止まった感がありますが5ドルが弱いというところ、まあ、こういった個別差はありますので個別にねこれからユーロドルから見ていきたいと思います えまず、ユーロドルに関しましては、昨日ね、えー、ちょっとトレンド転換したかという発言がございましたが、えーえー、おとついの、ね、レジスタンスラインを、ここサポートが受けることなくですね、そのまま沈んでしまった。えー、ちょっとこういったところの全戻しという形でございますので、思惑は崩れてしまったかなと。まあ、このような形でね、1.0850割り込んでしまいましたので、今度はね、1.0850と、 あとは、えー、昨日の、えー、おとついですね。おとついのレジスタンスラインの、えー、1.0870ぐらいですね、えー。こういったところでのレジスタンス待ちという形になろうかと思います。よって、えー、こちらも1.0850付近での要戦陰線や1.0870付近での要戦陰線、まあ。こういったところでは、えー、ダブルで、えー、ショートを狙っていくという形。 ちょっとね、ここのレジスタンスラインを再度割り込んでしまった以上ですね、今後もこの1.0870ぐらいでのレジスタンスというのはね、効いてくると思いますので、ちょっとこのあたりね、2段階に分けまして、戻りが弱ければ上から叩く。今日はこの1本に絞り込んでいただくという形がよろしいかと思います。まあ、相変わらずね、ラガルド総裁の方は弱気の発言と言いますか、まあ、データ次第でね、利上げすると言っておりますが、データがあまり良くないというところ。 そしてアメリカの方は順調に利上げをしていくというね、まあ、そういった利上げのね、金利の差によりまして、ユーロドルは全戻し、1.0870を超えることができたとしましても、今日のところではロングは、ね、避けておく。基本的には戻り売り、日本で攻めていくという形がよろしいかと思いますので。 え少しなかえー、ばかりね、このユーロドルの反転はなかったということでね、皆さんにご迷惑をかけてしまいましたが、今はね、えー、それを踏まえた上で戻り売りというところね、意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はいえー、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。えー、ポンドドルも、えー、少しね、上ひげが、下髭も含めてですね、えー、少し、えー ヒゲがが多いいい相場で分かりにくいところがございます上ヒゲもつけながら下ヒゲもあるという形でございますね。少しわかりづらい相場ではございますがえ、昨日の途中まで続いておりました移動平均線の上側での推移がですね、え昨日からえこっち昨日の後半からですね移動平均線の下側に来たということで、今はロングではなくてショートを狙うターンという形になってきております。まあ、こういうことであればね、移動平均線24、これからも引き 下げてきますすののででで移動平均線でのレジススタンスを食らった場合ですね今は1.30に戻ってきておりますが、えー、これ反発したとしても移動平均線24を超えることなく要線因線が出ればショートを狙っていく、えー、そしてね直近のサポートに関しましては1.30割り込んだところでございますので直近のこのサポートライン付近で利確をするというところ ただ、値幅はあまり大きくはございませんので、まあ、このね、ポンドドルは無理にトレードをしなくてもいいかなと。まあ、1.30付近ではね、値が硬いというところもありますので、まあ、レジスタンスを受けてもね、そこまで走る様子予想はないかなと考えておりますので、ポンドドル、えー、少しボラがね、ポンドの絡みの割には、ボ、えー、ラティリティが低いということ、小さいということでございますので、まあ、積極的なトレードはせずにですね。 要線因線で、まあ、ショートを狙っても良いですし、見送りという形でもよろしいかと思います。移動平均線を超えるような上昇があった場合は、なおさらね、優位性のあるトレードはできませんので、ここはポジションを取らない。こういった形でね、今日のポンドドルは難しいかなと、まあ、取れてもね、出幅が小さいかなと思いますので、積極的なトレードは控えていただくのがよろしいかと考えておりますので、参考にしてください。以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、 続きまして弱くなっておりますゴードル・ベイドルこちらで締めていきましょうゴードル・ベイドルは5ドル円でもお話ししましたが出ておりましたダブルトップこちらをネックライン割れということでですねこのような形で0.74502つの頂点をトップをつけながらもですね えー、この0.7425付近でのレジスタンスライン、ここを明確に割り込んでからは、1時間足ベースでは、陽線が、陰、えー、線が止まらないという状況になっておりまして、明確な、ねえー、サポートもなく、えー、下げ続けている。そして直近の、ね、0.7350、ここですら割り込んでしまったという形になりますので、ちょっとね、えー、ここの下落に関しては、まあ、5ドルの方は、ね、少し利上げの可能性に言及したものの、 アメリカに対してやっぱり金利が、ね、ドルの方が高くなるというところからですね一気に売られた5ドルでございます。15分足でねご覧いただきますとところどころです、ね、移動平均線の下側での要線陰線が出るところでございますが、まあ、引き続きですねここは弱気目線で見ていただければそして0.7350ここを下回ることが上回ることがなければ引き続き、ね、ショートを取っていくという形でよろしいかと思います。 0.7350を背中に向けまして、要線陰線ここのところでショートを狙う。そして0.7350を上抜けたとしましても、昨日のサポートラインですね、これが0.7365付近でございますが、この辺りでもレジスタンスを食らう可能性があるということでございますので、まあ、引き続きね、ここの0.7360を超えることがなければ、あらゆるところ、移動平均線24や、 0.7350、そして0.7360、こういったところでね、ショートを取っていくというパターンでよろしいかと思いますので、今日はね、ロングは捨てていただきながら、戻りが弱ければ上から叩く、そこは0.7360までというところを想定しておりますので、どこの部分で、これ、レジスタンスを食らうか分かりませんが、ことごとくね、この移動平均線24や0.7350、そして0.7360と,といったところにポイントがございますので、 えこの辺りでレジスタンスを受けた場合にはショートを取る。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたします。 本日はね、ちょっと今から炎上しておりますくら寿司の方に夜ご飯をね、食べに行こうかなと思っておりますので、まあ、それを食べ終わりましてね、なんとか YouTube ライブ21時間には間に合うと思いますので、お時間ある方、最新の相場感を知りたい方、質問がある方ね、YouTube ライブにご参加いただければと思います。 それでは今週1週間、お仕事もトレードもお疲れ様でございました。特にね、変動の激しい1週間でございましたが、ゆっくりとね、お休みいただきながら、21位ね、お時間ある方は YouTube ライブご参加いただきながら、週末を過ごしていた,だきいただければと思いますので、よろしくお願いします。